株式会社 NNA はアジア経済の情報を配信する日本の企業である。共同通信社のグループ会社である。東京、北九州、韓国、香港、台湾、上海、北京、広州、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、カンボジアに現地法人や現地事務所を設置し、オーストラリア、英国の会社と提携して、 各地の経済情報を日本語で提供する。NNA は英国統治下の香港で1989年にウィンオネストプラニングリミテッドとして創業し、主権返還目前の香港経済を日系企業へ日本語で日々発信した。アジア全域の地域拠点から経済情報を発信するネットワークの構築を計画していた。3年後にマレーシアへ進出し、ついで タイとシンガポールに拠点を設け、1995年に業務実態に合わせて社名をニュースネットアジアに変更した。フィリピンとインドネシアへネットワークを広げ、中国で上海に現地法人を設けて、北京、広州、大連を統括し、台湾と韓国に拠点を広げた。1997年のアジア通貨危機がアジア全域に拡大すると、 グループの本社機能を香港から東京へ移管した。オーストラリアや英国へ進出後、1999年に社名を NNA に変更した。ウェブサイトの拡充に加えて、新興国市場のベトナムインドシナ版、インド版、自動車、電気、電子、IT、食品、医薬、それぞれのニュースを創刊した。2007年にフィスコと資本提携した。2010年に、 アジア全域の消費動向を追うタブロイド版芝居体、ザデイリーな別冊カンパサール、後に各国の経済解説書籍を発行し、中国市場の調査に着手した。日本を含むアジア13カ国の地域で、編集記者、営業担当、現地職員ら190人がいる。NNA が共同通信社のグループに入ったことに伴い一部の死者、現地法人が、 共同通信社の支局と事実上を一体化するケースが出ている。この場合、NNA の現地法人に共同通信社から派遣された特派員が所属するケースと、それぞれ独自の組織を持つ事例に分かれる。いずれにしても共同通信から派遣された特派員は、一般ニュースの取材に専念し、経済ニュースの取材や、現地の日系企業に対して売り上げを立てる事業は、 NNA が担当する法人支者支局事務所、ありがとうございます。